それだけのこう信頼関係が作れていたっていうことが、なんか本当に素晴らしいチーム作りができたんだなっていうふうには思っているので、めちゃくちゃ感動したんですよ。あれ、こんにちは、西総和也です。引き続き藤光さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。これは見ている方も私も含めてすごい気になっているテーマだと思っていて、はい、東京オリンピックが終わりました、はい、今回の陸上についてちょっとお話をお伺いしたいなと思いまして、はい、現役を退いて初めてこう外から見るオリンピックだったので、はい、僕自身もこうどういう気持ちで見るのかなみたいな感覚ではあったんですけど、陸上競技ってでもやっぱ楽しいなって、見てて面白いなっていうのはなんかすごく感じましたし、僕も短距離としてこうやってきましたけど、短距離チームを見ていてもどかしいところも感じましたし、多分皆さんが思っているその期待感を考えるとどうしちゃったのかなみたいな風に思ったところもあったと思うんですけど、いろんな要因があったと思うので、なんかすごい難しい中で戦っていたんだなっていう印象はすごくありましたね。一番もどかしいって感じたところってどのシーンを感じたんですか？やっぱり僕もまあやっぱりリレーですよね。リレーに関しては皆さんの期待もあったでしょうし、個人でなかなかみんな思うような結果が残せていないっていうところもあったので、リレーでこうリベンジしてほしいなっていう気持ちで見てたところがあったので、なんとかもう決勝で納得のいく走りをしてほしいっていう思いで見てたので、まさかねあんな結果になるとはね、正直誰も多分予想してなかったと思うので、テレビの解説みたいなところで局で見てたんですよ。リアルタイムのこう実況というか、っていうのをさせてもらってたので、いやもう何も言葉出なかったっすもんね、正直。そうっすよね。見てる我々も、私も全く言葉は出なかったっすね。なんてこう言っていいのか分かんないっていう気持ちと、まあ、全くこう想像していなかった結果だったんで、その場ではなかなかこう言葉が出てこなかったっていう、まあ、印象がすごく残っていて、なんでああいうことが起きてしまったのかとか、多分その辺みんな聞きたいですよね、おそらく。そうなんですよ、ね、私も含めてスタッフ今いっぱいいるんですけどすっごい気になってるんで、はい、ここは聞かせてもらいたいです。すごくこう攻めた結果ああいう結果になってしまったみたいな、すごくこう抽象的な何が攻めた結果なんだみたいな、分からない人も多いのかなというふうには思うんですけど、攻めるっていうところがなんかまあ難しい、まあ表現にはなるんですけど、リレーってマークを置くんですよ。バトンをここに来たらスタートするっていう、そうですね、はい、目印みたいなやつ、はい、目印みたいなのをホワイトテープで貼るんですけど、もしかしたら見ていたらこうそういう場面見たと思うんですけど、こうやって足をこうやって、ああ見ました、こうやって歩数を測って、はいはい、この歩数が何歩のところに貼るっていうことを練習をして、どこの位置にそのマークを貼って、どこのタイミングでスタートを切ったらいいかっていう練習が全てなんですよね、リレーのバトン練習って。攻めるっていうのはそのリレーの場合、次の走者がいかにスピードに乗った状態で渡せるのかっていうのがすごく大事なポイントになってくるので、加速に乗ってれば乗ってるほどいいわけなんですよね。なので加速に乗るってことは、加速に乗るための時間が必要なんですよね。ゼロからスタートするので、ある程度時間がないと加速していかないので、早く加速していってる人に渡すってことは、なるだけ早く出ないといけないんですよ。できるだけ早く走ると加速に乗っているので、その早く走るってことは、そのテープをできるだけ遠くに置くってことなんですよね。テープを遠くに置くってことは、走り出すタイミングが早くなるので、前の走者がどんどん追いつくのが難しくなってくるんですよ。加速には乗るんですけど、早く渡せるっていう可能性はあるんですけど、バトンを失敗するリスクっていうのが出てきてしまうので、そこをなんかいわゆるマークをまあ遠くにするってことがもう一つ攻めるっていう方法で、ただその攻めることをすることによって、加速に乗った状態で次の走者に渡すことができるので、結果的には早くタイムにつなげることができるので、そこのちょっとしたそのマーク 0.5 歩だったり1歩だったりのを変えることで、区間タイムもまあ 0.1 か 0.1 ちょいぐらいタイム的にも伸びる可能性があるのと、その 0.1 伸びたことによってその後のタイムも上がる可能性があるので、もうちょっとこうタイム的に伸びる可能性があるんですよ。それが3区間あるってことを考えると、合計でもしかしたら 0.5 秒ぐらいタイムを上げられる可能性があるんですよ。日本チームは予選が終わった時点で下位のタイムの順位だったので、金メダルっていうのを狙う
ことを考えるともうそれぐらい攻めないともう取れないっていう判断だったと思うんですよ、うん、おそらくコーチも選手ももしかしたら失敗してしまうリスクっていうのも考えてたと思うんですね、うん、もうそれぐらい攻めてメダル圏内っていうのを目指すための作戦だったんでそこまでまあ実際追い込まれていたっていうことと、まあ、そこまで攻めてもうその金メダルを狙いに行っていたっていう、まあ、その勇気に僕はすごくね感動しました。でも今聞くとそうですね、はい、メダルを取るがためにそこまでしたってことですよね。そうですね、まあ、正直、まあ、決勝まで行ってるわけじゃないですか、うん、走り切ったら入賞なんですよ。確かに8位までですよね、はいはい、8位まで入賞なので、はい、普通にバトン渡して入賞っていう結果も残せたんですよね、うん、でもあれ失格になってしまうと順位ないんですよ、失格なので、うん、オリンピックの入賞もなくなってしまうっていうところで、うん、っていう形になってしまうのでそこまでリスクを取って、まあ、そう金メダルっていうところを狙いに行った勇気と、うん、まあ、そのみんなの度胸みたいなところには心打たれたところはありましたし、うん、オリンピックの東京大会の決勝であれをやったっていうのが本当すごい、うんうん、確かにでもそうっすよね、本当すごいと思うんですよ。それは素晴らしいですよ、そのメンタルとその信頼関係とそういうチームが作れてたってことはすごい素晴らしいことだなっていうのは僕はすごく思っているので、うん、山縣選手もこう思い切り出れたっていうのも、うん、本当に多田選手を信頼して思い切りスタート切ったと思うのでそれだけのこう信頼関係が作れていたっていうことが、うん、なんか本当素晴らしいチーム作りができたんだなっていうふうには思っているので、うん、失敗しましたけどめちゃくちゃ感動したんですよ。あれだけのことをできるっていうことを見れたっていうのが、うん、彼らにとってはすごくこう成長につながる結果だったんだなっていうのを僕は思うので、うん、大きな一歩を踏み出したんじゃないかなっていうのはすごく思いますね。この次の大会だったりとか次のオリンピックには期待大です、ね、失敗してこう初めて強くなったりとか、うん、さらにこう精度が上がっていったりとかするので今のこう日本チームがあるっていうのも一つこうきっかけがあって、うん、まあ、中国に先にアジア新を出されてこのまま負けてられないっていう施策で今のバトンパスって生まれたんですよ、うん、今までのその僕らがこうアンダーハンドパスって言われているその日本のお家芸と言われているバトンパスなんですけど以前はもう少しちょっとこう安全に渡すパスみたいな形で離得距離というか皆さんが普通にバトンパスやってる時ってオーバーハンドパスって言われてるやつなんです。上からこういう風に渡すパスは腕がこう伸ばせるのでこの腕の距離を稼げるんですよね。腕を次の走者も伸ばせるのでこの分の距離を稼げるのでこの分走らなくてもバトン渡せるんですよ。なのでその距離がお得だっていうバトンパスになるんですね、うんうん、でもアンダーハンドパスってこれ下から渡すじゃないですか。ちょっと近くで渡すんですよね。オーバーハンドパスに比べるとちょっと近くに寄り添って渡すのでこの手の距離がちょっと短くなるんですよ。なのでその距離稼げなくなるので安全には渡せるけどちょっと得じゃないよねみたいなところがあったのでその両方をガッチャンコさせたバトンパスが今のバトンパスなんですよ。オーバーハンドパスとアンダーハンドパスのメリットを両方使ってできる限り伸ばしてアンダーで安全に渡すっていうっていう今のこう最強のバトンパスが生まれたんですよ。中国に負けたっていう中国にアジア新先に出されたっていうところのきっかけで研究を重ねて今よりいいバトンパスはできないかっていうのをみんなで話し合った結果それをやってみようっていう形で取り組んだ結果いいねっていう話になってそこから何年かかけてそれを馴染ませてそういう大舞台でできるようになって今こうそれが普通になってきているので進化するとか次のステップに行くっていうには何かこう失敗体験だったりとか、うん、そういう経験がないと多分次に進めないと思うので彼らにとってはすごくいいきっかけになったんじゃないかなって僕は思ってますよね、うん、でも失敗とか経験ってスポーツとか陸上だけじゃなくて社会においてもすごくやっぱ大事ですよ。大事だと思いますし、うん、失敗をこう失敗で終わらせるのか、うん、失敗をこう失敗と思わないように次にこうつなげていくのかっていうのは全然違うのかなと思うので、うん、僕はなんかあれをこう失敗とは思っていなくて、うん、本当に経験っていうふうにしか僕は思っていないので、うん、常に僕も失敗とかしたとしても失敗とは思わずに勉強になったな、うん、成長になるきっかけになったなっていうふうに思うようにはしてます。今多分この YouTube チャンネル見てなんか失敗してすごくへこんじゃうとか、はい、ずっと引きずっちゃうんだよなって思ってる人も結構いると思うんですよ、はい、そういう人たちに向けて藤光さんからちょっとメッセージをいただければと、はいはい、
失敗は誰でもあるので、落ち込むときはもうとことん僕は落ち込めばいいとは思っていて、もう落ち込んでもう底辺まで落ちたらもう上がるしかないので、もう落ち込むときはひたすら落ち込んで、もう落ち込み切ったら次のことがこう起こってくるのかなというふうには思っているので、落ち込むときはまあとことんまずは落ち込みましょうと。あんまりこう深く考えずになるようになるさってそういうときは思ったらいいのかなというふうに思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。